ということで、今日はですね、よくご相談いただくセキュリティの質問と考え方ということで、ソリューションアーキテクトの AWS のソリューションアーキテクトの大松さんに、ご講演いただくという形になってますので、皆さんお楽しみください。それでは大松さん、よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いします。通り、このタイトルでお話をしていきますが、まず最初にですね、皆さんにお知らせしておくことがございます。実は、このテーマで当初、オーガニゼーションズとか VPC とかログのお話をちょっとかなり具体的にする予定だったんですけども、いろいろあって内容が大きく変わっています。で、このタイトル自体には変わりはないんですけども、そのあたりちょっとご了承くださいということで、よろしくお願いします。で、私の、自己紹介簡単にさせてください。大松と申します。で、経歴はですね、情報システム部門でインフラのネットワークとかメールとかウェブのセキュリティ、なんかを担当してですね。で、年1回開かれている某ネットワーク系のイベントのノックチームのメンバーなどをしてました。その後 AWS に、来たということになってます。で、好きなサービスはセキュリティとネットワークなので、ガードデューティーとトランジットゲートウェイはあります。で、本日のセッションの目的なんですけども、よくご相談いただく実際のセキュリティに対する質問を通して取り組み方を、理解していただくことということになってます。なので、あまりこう個々のサービスの技術に特化したお話ではなくて、どういうふうに考えていくべきなのかっていう話になります。で、まずはですね、そのために良い機会なので、一旦おさらいという意味で簡単ないくつかの紹介をしたいと思います。まず、もう皆さんは見たことある可能性は高いんですけども、責任共有モデルというものがあります。 AWS にとってセキュリティ、クラウドのセキュリティ最優先事項なんですけども、その上でお客様と責任を共有するっていうモデルになってます。インフラストラクチャの部分、このオレンジ色の部分は AWS が、ちゃんと責任を持ってみますと。で、その上で動くお客様のデータっていうのはお客様が完全に管理、統制する権利があって、ありますよ。ね、その部分を明確にすることによって、より、セキュリティに対する対策を注力できるようにするということになってます。これが責任共有モデルですね。で、その次がですね、ホワイトペーパーたくさんあるんですけども、セキュリティに対するホワイトペーパーたくさんあるんですけど、セキュリティベストプラクティスというものがあります。これもぜひご一読していただければいいなと思います。で、その責任共有モデルのところでも少しお話ししましたけども、お客様のデータはお客様が管理、統制する権利があるんですね。なので、一旦このベストプラクティスっていうのを理解していただいた上で、皆様がそのビジネス的な判断をする、こういったことでいろんなリスクとか改善点が顕在化につながるわけですね。なので、現在の対策やリスクにギャップがあるかどうかの確認ができるようになるんですね。で、その判断をするためにも、今現在の状況をどういうふうに確認すればいいかっていうお話になると思います。で、そのシンプルな方法として、トラステッドアドバイザーっていうものがございます。これ、いろんなお客様と話をするときに耳によくするんですけど、意外と見てらっしゃらないお客様もいらっしゃるので、ぜひ一度使っていただければなと思います。で、これ、セキュリティの部分で、例えば無制限にアクセスが有効になっているものがあったり、全然制限されてないポートがあったりすると、アドバイスをしてくれるという機能がありますので、こちらもぜひお使いいただければと思います。これ以上が、すごく簡単な、おさらいになります。なので、これから先は実際によくしいただく質問というのでお話ししていきたいと思います。今日はですね、あまり時間もたくさんあるわけではないので、2つに絞ってお話しします。セキュリティ対策何をすべきですか？そして対策をした後何か起きた時どうすればいいですかっていうのが、今日のテーマなんですけども、実際一番多いのがこの2つですね。で、そのうちの1つ目、セキュリティ対策何をすべきですかっていう部分から始めようと思います。で、これ、まずはですね、継続的なセキュリティっていうのを意識していきましょうという話になります。なぜかというと、環境の変化に適応するため、セキュリティ対策で実施した瞬間からどん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 機体化していくわけですね。で、セキュリティの侵害っていうのは攻撃側の方が早いっていうのもある。これスピードを持って対応しなきゃいけない。そして、どん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 コストも最適化しなきゃいけないっていうことがあるからですね。で、クラウドサービスっていうのはスケーラブルで、当然セキュリティも IT リソースの
拡張に合わせてどんどんスケールしなきゃいけないわけですね。で、今までは先に IT があって、それに対して追っかける形でセキュリティの対策をしてきたと思います。で、これがクラウドの時代っていうのは、スケールしたり変化していったりっていうのがあるためですね。IT とセキュリティ、これ同時にやっていく必要が出てきたわけです。今わからない将来の IT に対してもセキュリティの評価をする。これを継続していかなきゃいけない。継続していく必要が出てきたんですね。で、最近世の中でこうよく言われているのが、これをリスクベースで考えるっていうやり方。で、リスクが高い点を重点的に手当てして、リスクの低いところにフォーカスするっていうのはあまり効率的ではないという考え方です。で、このセキュリティのリスクっていうのを考えるときに、その要因は何かっていうと、3つですね。脅威、脆弱性、情報資産。当然攻撃が多ければ多いほど会社のリスクが高まります。これ脅威の部分ですね。そして、脆弱性が多いほどリスクは高まります。で、最後この情報資産の部分、資産の価値が高ければ高いほど何か起きた時のインパクトは当然大きい、なのでリスクが高いんですね。で、これらをどんどん分析をしていく必要があるわけですね。脅威分析して、脆弱性分析して、情報資産分析して、最終的にはそれリスクをどういったものが含まれるかっていうのを分析すると。で、そのためにですね、 AWS のサービス実際どういったものがあるかっていうと、脅威の分析の部分、これは Amazon Guard Duty、 脆弱性の部分は Amazon Inspector、 そして情報資産の分析の部分、ここは Amazon Macy っていうサービスで対応していくことができます。で、それぞれのサービス、ちょっと簡単にご説明します。ガードデューティー、これは機械学習を用いた脅威検知のサービスになってます。で、今ここの脅威の種類というのは一例なんですけども、悪意のあるスキャンであったり、外部の、コマンド&コントロールのサーバーとの通信、アウトバウンドに対しての DDoS 攻撃をしているようなものを検知したり、アカウントの脅威、これはAPI を不正に呼び出されてないかとか、そういったものを検知できるようになってます。で、そのデータソース、これは VPC フローログとか、DNS のログ、あとクラウドトレールの API の操作ログを利用して、検出するというものになってます。機械学習をして検出しているものですね。で、その次がですね、脆弱性の部分、これは Amazon Inspector なんですけども、ホスト型の脆弱性診断サービスになります。いわゆる世の中一般的にこの CVE と言われるものや CIS の業界ベンチマークに基づいたリスクの評価をしてくれます。で、そのルールに基づいたこう診断結果が出るわけですけども、右下にちょっとちっちゃいですけども、リスクが high とか、これワナクライとかいうやつですね、だいぶ古いやつですけども、そういったリスクがありますと。で、対応できるルールパッケージ、CVE、CIS 以外にもセキュリティベストプラクティスであるとか、実行時の動作の分析とか、あとネットワークがどこまで到達しているかという、ルールもございます。で、その次がメイシー、アマゾンメイシー、情報資産の部分ですね。これは情報漏洩の防止であったり、ユーザーの振る舞い分析をするようなものになっています。で、 S3 に保存されたデータをこう分類して、それに個人情報が含まれるのかどうか、パブリックになってないかどうか、どういったリスクがあるのかっていうのを識別したりですね、クラウドトレールに不審なアクティビティがないかどうかっていうのを特定するというものになっています。このようにですね、3つのサービス、脅威、脆弱性、情報資産の分析を、3つのサービスで行いますと。で、その結果、どういったリスクがあるのかっていう話になってくるんですけども、そのリスクを分析するのが AWS セキュリティハブということになります。このセキュリティハブはですね、セキュリティとかコンプライアンスの状態を可視化するサービスになってます。で、データを集約して、可視化するわけですけども、先ほどお話したサービスと、あとコンプライアンスチェックっていうのもできるようになってるので、そういった情報も集約して表示すると。で、これをやっていくと、まず現時点でのリスクがどういったものがあるかっていうのが監視できるようになります。これリスクベースのアプローチで、それ以下にですね、もちろん企業内にはですね、コンプライアンスのルールあると思います。で、これがルールから逸脱してないかどうかっていうのをやるために、コンプライアンスルール AWS コンフィグを活用しますと。
AWS コンフィグできるの、できることはですね、AWS のリソースの設定を継続的にモニタリングして、その変更とか更新を管理しているわけですね。なので、リソースの設定の履歴を調べてコンプライアンスに反してないかどうかっていうのが確認できるようになるわけです。で、こうした、対策や構成っていうのを単一アカウントでやるだけではなくて、組織全体に実施していく必要があるわけですね。で、そのためにオーガニゼーションを活用して、セキュリティ専用アカウントで組織全体を監視していくっていうアプローチが必要になってきます。マルチアカウント構成を考えていくと。その際に、まあ、一般的な例ですけども、オーガニゼーションでこうマルチアカウントしようとすると、まずマスターになるアカウント、そして組織全体で共有するような共有サービスアカウント、ログ管理用のアカウント、これは場合によってはセキュリティに入るかもしれないですけども、そしてセキュリティ専用のアカウントで、セキュリティ管理者への通知を行ったり、先ほどご説明したセキュリティハブでメンバーアカウントの監視をしたり、情報をこう集約するということをして、まあ、全体を監視していくというアプローチになります。ちょっと駆け足でしたけども、セキュリティ対策何をすべきですか？これ、まず最初の一歩で、これが全てではないんですけども、まずリスクを把握しましょうと。いくつかサービスを紹介しましたけども、こういったガードデュティ、インスペクター、名刺、セキュリティハブ使ってリスクを把握します。で、企業内にあるルールとのギャップを認識するためにコンフィグであるとか同じようにセキュリティハブを利用する。そして最後にそれをセキュリティ管理者アカウントで組織全体を監視していくというようなアプローチ。これが最初の質問に対する答えの一つということになります。はい。ではですね、次に行きたいと思います。で実際に、先ほどのような対応をしていて、それでも何か起きるときはやはりあるので、対策はしていたものの、どうすれば、その後はどうしていけばいいのかという話ですね。で、これはですね、インシデントレスポンスのお話になります。で、かなり当たり前の話になるかもしれないんですけども、まあ、AWS 環境内のインシデント対応の基本的なことを概念を理解していただく必要があります。で、それにはですね、まあ、クラウドの、まあ、サービスを触っていただいて、経験していただいて、まあ、教育をしていくっていうことが不可欠で、重要なのは、教育をして、準備をして、訓練をして、それを反復していくということですね。これ、クラウドサービスであれば、その訓練のためのリソースを調達するということも簡単にできるようになっているので、そういったクラウドならではのメリットを生かしたやり方がありますと。で、教育と準備と訓練と反復ですね。これらについてちょっと話していきたいと思います。まず、教育の部分。もうすでにお見せしましたが、これ、なぜ今またお見せしたかというと、インシデント対応するためにはですね、実は今参加していただいている皆さんだけではなくて、関係者もこれを理解していただいた方がいいんですね。関係者っていうのは、例えば管理する人、運用する人、もしくはパートナーの人かもし、パートナーの人も含みますね。あるいは、こう、上司であったり。そういった人たちも理解していた方が、何かあった時の対応がしやすいと、統制、取りやすいということになります。でその次がですね、まあ、目標を設計していくわけですけども、たくさん書いてありますが、そうですね。まあ、一般的には、問題の解決であったり、それを軽減する、影響を受けるリソース、どんなものなのか。で、フォレンジック用のデータをどこに保存するかっていうのを、関係者といろいろすり合わせをしていって決めていく必要がございます。で、そうですね、クラウドを利用した対応。これはですね、まあ、クラウドサービスを使っていてそこで何か起きたのであれば、その情報をわざわざオンプレミスの環境に持ってきて分析をするっていう対応ではなくて、そのままクラウドサービスの別のアカウントを利用して対応した方がまあスムーズに行いますよ。そういったことも検討しましょうねっていう話。で、持っているものと必要なものをし、これはログであったりスナップショットであるっていうのを、先ほど最初の Q でお話ししたこうセキュリティ専用アカウントにまあコピーして保存するとか、そういったことをやっていく。で、さらにそれをどう維持していくかっていう。それを定義する。で、
再構築のメカニズムの利用、これはですね、例えばセキュリティに対する異常っていうのは攻撃だけではなくて、もしかすると設定の誤り、まあ、構成変更したときに、まあ、なんか変なことが起きる可能性もあるわけですよね。その時に、まあ、誤りがあったところを探して修正するというよりも作り直した方が早い場合もあるわけですね。そういったポイントがないかどうか、検討する必要があるのかどうかっていうのを、まあ、設計していくと。で、可能な限り自動化していくと、当然セキュリティに対する時間を割けるようになるので、より強固になっていくと。で、スケールアップなソリューションを選択していて、これもセキュリティに対する、まあ、時間を割けるようになる。で、プロセスの学習と改善、この部分はですね、まあ、例えばプロセスが決まってツールも決まって必要な人員が、もう決まりましたといっても、それをどん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 学習して改善していかない限り、例えばですね、実際に手順書はあってもそれが当日実行できなかったということが可能性としてあるわけですね。それを改善する必要がありますという話です。で、実際にそのインシデントが起きる場合ですね、まあ区分がいくつかあります。これはサービスの部分で起きるのか、インフラの部分で起きるのか、アプリケーションの部分で起きるのかという話ですけども、サービスの部分はですね、これは AWS のアカウントであったり、IAM のアクセスの許可の部分であったり、まあ、請求のデータであったりです。で、これはですね、AWS の API のイベントとか、設定とか、リソースのアクセス許可に関するイベントなので、その関連するサービスのログが含まれます。で、インフラストラクチャーの部分、これはそうですね、VPC 内の EC2 インスタンスへのトラフィックであるとか、EC2 インスタンス上で動くプロセスとそのデータっていうのが含まれます。なので、これに対してインシデント対応するとき、多くの場合はですね、フォレンジック用のデータの取得であったり、それの復元っていうのが含まれますね。で、最後がアプリケーション。これは、皆さんのまあ、ウェブサーバー立てるので、やっぱそのアプリケーションコードであったり、それ以外の場合だと、まあ、サービスとか、インフラストラクチャー上に展開されたソフトウェアで発生する可能性があるものですね。で、こういった区分でいろんなインシデントが起きていくわけです。で、そのイベントを検出する指標っていうのはいくつかあるんですけども、すべてではない、今日ご紹介できるのはすべてではないんですけども、こういった指標があります。6つですね。最初のログとモニタリングというのは非常にシンプルで、まあ、クラウドトレールとか S3 とかのアクセスログ、VPC フローログとかも含まれますね。で、モニタリングというと、もうすでにご紹介した、例えばガードデューティーとか名刺とかインスペクターなどを使ってモニタリングを監視をしていく。で、それ以外だと、例えばログっていうのは AWS のサービスだけではなくて、Windows のイベントのログであるとか、Linux のシスログであるとか、そういったものも含まれます。次は請求データなんですけども、これは、ですね、まあ、普段使ってない部分で請求が発生していたら、それは何か起きている可能性がある、わけですね。まあ、不正にアクセスして利用されている可能性もあるので、まあ、重要な指標の一つですと。で、次の脅威インテリジェンス。これはサードパーティー製の、まあ、インテリジェンスツールなのかもしれないですし、例えば、そのインテリジェンスの情報を、まあ、購読している場合は、その情報をもとに、まあ普段お使いのツールのログと関連付けて、まあ、今見えてないものと比較、今見てるログと比較して何かに気づくという手法もあります。その時はパートナーツール、同じように今日インテリジェンスと同じようなパートナーツールを、まあ、利用するというパターン。で、AWS からの連絡、これはですね、悪用されたりですね、まあ、もしくは、まあ、悪意のあるアクティビティを発見した場合は、AWS の方からお客様に対して、不正使用対策のチームから連絡がある場合もありますので、まあ、それも指標の一つ。で、最後、連絡先なんですけども、これは、エンドユーザー様であったり、開発者、もしくは組織内の他のスタッフが、セキュリティのイベントに気づく場合もあるわけですね。そのために、セキュリティチームに連絡する、まあ、簡単な方法が必要になります。これはチケットのシステムだったり、単純にまあ連絡先のメールアドレスが公開されていたりでもいいんですけども、こういった組織の人と連絡が取れるようなメカニズムも必要になる場合がありますと。以上が教育の部分のお話になりますね。で、その次が準備をしていくわけですけども、これは人と技術の部分に
関わってきます。で、まず人の部分なんですけど、組織内の人間の責任と役割の確認、これは当然していただいた方がよ、していただく方がよくて、まあ、例えば第三者が関与する必要があるかどうかだとか、まあ、パートナー様がそこに含まれるのかどうか、もしくは利用しているアプリケーション、リソースの所有者が一体誰なのかっていう話。で、これ、どん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 これ、人、関係する人が増えてくると依存関係が増えていて、オーバーヘッドも増えていくので、まあ、その依存関係を減らすために、皆さん AWS のことをよく理解していただくために、まあ、認定のトレーニングを受けていただくとかっていうのも方法の一つになります。で、まあ、続きますね。で、対応のメカニズムの定義も、これはもう書いてある通りなんですけども、ね、まあ、しっかり連絡を取れるような体制であるとか、ちゃんと権限がありますか、ドキュメントが用意されてますか、手順がありますかという話、これは、セキュリティ考えていく上であまり変わらないポイントだと思いますけども、ね、その次がですね、受け入れやすい適用性のあるセキュリティ文化を作成っていうのがあります。これはなぜかっていうと、セキュリティチームがですね、まあ、維持していくために、円滑に動くためにですね、そのビジネスと関係者との協力が必要不可欠なんですね。ね、なぜかというと、その関係性が良好であれば、セキュリティイベントに対する情報っていうのを組織のいろんな人からもらえる可能性があるわけですね。いろいろ気づいて報告してくれる可能性が出てくるわけです。なので、セキュリティに対して、まあ、受け入れやすい文化を作りましょうっていうのは、これもポイントの一つです。で、次はですね、予期しないセキュリティイベントへの対応と。で、これはですね、すべてのセキュリティのインシデントに対して、潜在的なイベントに対して網羅するのは不可能なので、パートナー様と協力するっていうのは、ポイントの一つなんですけども、そうするとですね、今まで気づけなかったポイントを気づけるようになりますと。まあ、チームも、そのパートナー様を知っているリスク、これは既存の、リスクです。よく知られているって言われるものですね。で、チームは知っているけど、パートナーは知らない。これは、いわゆる、そこの会社の特有のこうナレッジとして存在するものの可能性がありますね。で、チームは知らないけどパートナーを知っているといったものが出てくるわけです。もう最新のセキュリティの情報であるとか。で、ただですね、それだけやっても、セキュリティチームもそのセキュリティのパートナーの知らないものっていうのはやはり出てくるわけですね。これ、未知のリスク、未知の部分ですね。で、それに対してどう対応していくのか。これに対してはいくつか取り得る対応はありますと。で、まずセキュアである状態で未知を定義するのは難しいので、じゃあ必ず正しい、これだけは絶対正しいっていう、それを定義しますと。そうすればそうでないアクションが起きた時に、それは今まで気づけなかったものかもしれないっていう、気づきがあるので、セキュアである状態を定義する、これ重要です。で、次は教育とコミュニケーションの研究。まあ、当然こういったことを繰り返していただければ、どん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 関係者はセキュリティに対して敏感になっていくわけですね。で、用心深くなります。なので、まあ、例えば簡単にこうセキュリティ情報をメーリングリストで配信するのもいいですし、まあ、研究を続けていって専門家を育てるのもありだと思います。で、こういったコミュニケーションをやっていくと、先ほどお話したセキュリティを受け入れやすい文化っていうのも作れる。で、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。で、攻撃対象の削減、これは単純に、攻撃にさらされる可能性のあるポイントを減らす、インターネットに公開されている、ポイントを減らしていくっていうものが含みます。で、そうすると、時間を節約できるので、未知の攻撃に対する時間を増やすことがそっちの方に回せるということですね。で、アラート、これは、未知なるものやアラートを上げるっていう話ではなくて、もともと使用しない地域、リージョンがあったり、使用しないサービスがあったら、それが使われた瞬間にアラートがあるようにしておきましょうという話です。で、最後は機械学習。これ、なかなか対応は難しいと思いますけど、そうですね。もうすでにお話ししましたけども、ガードデューティーとかまさに機械学習をして、脅威を検知しているわけですね。まあ、こういった使い方がありますと。で、引き続き、ちょっと準備の話になってきますけども、人の準備はこれでやる。で、最後ではないですね。その次、技術的なお話の部分になります。で、まず、インシデントを対応するべき時に考えるのはですね、当然、インシデント中、対応チームはですね、環境とリソースに対してアクセスする必要がありますと。
なのでそのメンバーがアクセスできるレベルっていうのは必ず把握して事前に設定をしておくと。で、できればこう文書化して、事前にテストをしておくっていう必要ですね。必要があります。で、この段階ではですね、クラウドのアーキテクチャであったり、開発チームと、密に連携をして必要な、アクセスレベルがどういったものがあるのかっていうのをお互いが理解していく必要があります。そしてですね、その組織全体でそのクラウドのアーキテクチャ、そして AWS のアカウントこれからどんどんどうしていくのか、増やしていくのかとか、そういった戦略、もしあとはそうですね、別のクラウドサービスを使っているんだったら組織全体で ID の管理どうしていくのかっていうのを一度検討していただきたい。で、その結果、例えばフェデレーション、何か ID の認証基盤を使ってフェデレーションでアクセスをするのか、各アカウント間で相互にアクセスできるようにクロスアカウントの環境にしていくのか、それとも単純に AWS であれば IAM のユーザーとして都度ログインして対応していくのかっていうのを選択していくことになります。で、それができたらですね、次はアクセスパターンを検討していきます。これインシデントが起きたときにどういったパターンが存在するのかという話なんですけど、4つ、大体4つあります。で、最初の間接アクセス。これは、セキュリティに対して専門家、もしくはインシデント対応チームから指示を受けてアクセスをする人がいる場合ですね。間接的なアクセスをする必要があるときがあります。で、その次に直接アクセス。これは、インシデント対応のチームがそのまま、IAM ユーザーとしてログインしてアクセスするというパターンなんですけども、これ、ただもし仮にそのログインの認証のプロセスそのものに影響を与えるようなことが起きていた場合は、フェデレーションを利用したアクセスをも検討しておく必要がありますと。で、その次は代替アクセスですね。例えば、ログ、ボリューム、こういったものを関連データをですね、別のアカウントと共有しておいて、別のアカウントでもこうそのログとかスナップショットを参照できるようにしておくといったパターンで、最後は自動アクセス。これは、インシデントの対応をこう自動化していくと当然、EC2 やラムダファンクションを使うようになっていくと思うので、それらに対して専用のロールを作成しておくといったお話になります。で、これが終わったら次やっていくのがですね、修復にこう必要な関連のプロセスをいろいろ定義していく必要があるんですけども、かなり時間がかかると思います。で、簡単に説明していきますけども、最初、こう、修復の流れと、そのやり方っていうのを明確化していく。これは、例えばですね、同じセキュリティのインシデントが発生したとしても、開発環境と本番環境では、そのプライオリティとか対応の仕方変わってくると思います。なので、そういった判断に必要な分岐をですね、なるべく明確にしておいて、何か起きた時の意思決定をこう、スムーズにしておくと。そういったことですね。で、代替アカウント。これはもう先ほどお話ししました通り、別のアカウントで調査できるようにしておく。で、ビュー or コピーデータってありますけども、これは、何かあったときに直接何かあったインスタンスにログインして調べるのか、アカウントにログインして調べるのか、それとも一旦データをコピーして調べるのかっていう、そのプロセスをどうするのか。で、EBS のスナップショットであったとか、クラウドウォッチのログズの共有っていうのは、代替アカウントでこうアクセスできるように、一旦共有しておくと。で、次がですね、書き換えできないストレージの利用。これは、皆さん、こう、長期保存、データの長期保存って S3 を活用されていると思うんですけども、S3 に保存したデータが消されたら困るわけですよね。調査をするとき。そのため、こう、例えば、ライトワンス、リードメニュー、機能を使うであるとか、多要素認証をかけないと削除できないようにしておくとか。なので、書き換えできないストレージを活用するっていう話。で、イベント、何かインシデントが起きたとき、その近くのリソースを利用するっていう話は、少ししましたけども、何か起きたときに、こう、調査用のデータをオンプレミスの環境に持ってきて、手慣れた環境で調査するっていうのは全然ありだと思うんですけども、それはなるべく同一リージョンの別アカウントを利用した方が、やっぱりデータのコピーとかも早いんで、迅速な対応ができるようになります。で、リソースの分離、これはですね、何かあると当然、
データは隔離したり分離しなきゃいけないわけですけども、その、まあ、手法というよりも何か起きた時にそれをすぐ分かるようにしておく。例えばリソースのタグ利用して、それをタグを見れば連絡先重要度が分かるようにしておく。である話ですね。で、最後フォレンジックの部分で、実際に何か起きた調査するときっていうのはディスクのイメージとかファイルのシステムだとか、メモリのダンプ、トラフィックのダンプ情報を見ると思います。で、そういったときに使うワークセッションっていうのを事前に準備しておく。が、まあ、EC2 インスタンスを用意しておくのでもいいですし、まあ、イメージファイル用意してそこから起動するようにしておく。それもありだと思います。これがプロセスの準備の部分ですね。次にサポートのお話なんですけども、AWS のサポート、サポートプラン、これ、ベーシック、デベロッパー、ビジネス、エンタープライズってありますけども、これは、まあ、適宜、皆様のどういった対応をされたいのかっていうのを決めるときに、ラインナップから、まあ、要件を満たせるものを選んでいただくっていうのが一番ですね。なので、ベーシックで、ではなくてですね、まあ、デベロッパーとかビジネスとかっていうのを選択されていくのがいいと思います。で、それ以外にですね、例えば EC2 の不正使用があった、不正利用があった場合っていうのは、アビュスの方のチームに報告することもできますので、こういうのを活用していただくことも可能です。あと、外部からの攻撃に対しては、DDoS 対策っていうのは当然あると思うんですけども、AWS ではシールドのスタンダードっていうのは必ず皆様でデフォルトで有効になってます。で、もしシールドスタンダードでは足りないっていう場合があればアドバンスを利用していただくということも可能です。で、ちょっとこのシールドスタンダードアドバンスの違いは今お時間はないのでご説明できないんですけども、ぜひ一度調べていただくといいかなと思います。で、その次は訓練ですね。で、訓練するためには当然、本番環境でやるわけにはいかないので、シミュレーションをしていただくことになるんですけども、で、シミュレーションの価値ってどんなものがあるか。当然、検証ができる。で、検証の過程で、まあ、スタッフと、まあ、いろいろ話しながら学ぶこともできます。で、当然、その過程でコンプライアンスに準拠した、することができたり、まあ、成果物につながる場合もありますね。そういったシミュレーションを繰り返していくと、まあ、早く対応できるようになる。改善につながる。で、さらにですね、まあ、いろんなスタッフとコミュニケーションを取ってエスカレーションするっていうこともできるようになるので、セキュリティを受け入れやすい文化もできていくわけです。で、こういったことをどんどん続けていくと、まあ、たまに、予想外のいい方法が見つかるときもあるので、ぜひ、実践していっていただければなと思います。で、実際のシミュレーションのその手順なんですけども、まず、いくつかありますが、まあ、問題を想定しますと。で、その際に当然シミュレーションをするので、シミュレーション準備する人とテストする人がいます。なので、なるべくこう、セキュリティに対して明るい人っていうのを特定して、お話をしていただくのがいいと思います。で、次が、現実からそのシミュレーションが、現実からだいぶ離れているとあまり意味はないので、参加者があまり役に立たないっていう感じる場合があるんですね。なので、なるべく現実的なものを検討していただくと。で、まあ、その際にですね、成果物の、記録であったり、電子メールのアラートの送信先であったり、もしかするとすでにランブック、シミュレーションするための何か資料があるかもしれないので、まあ、そういった整理が必要になる場合があります。で、その次はですね、なるべく多くの人が参加できるようにしてください。これは組織的な、まあ、横断的な参加者を招待するということですね。インシデントがあったとき、結構たくさんの人が関係してくると思うので、で、まあ、それを実行していただいて、最後、大事なこう振り返り、測定、改善、その繰り返しですね。で、必ず次につながるように測定をして、皆さんは参加者のところで振り返りをしていただく。で、この振り返りもですね、なるべくポジティブな振り返りをしてください。そうするとこれも受け入れやすい環境というのが出来上がっていくので。で、その次はですね、実際のシミュレーションの例、いくつかあります。紹介します。で、まずはですね、まあ、ネットワークの構成とか、リソースへの、まあ、不正な変更、まあ、意図しない変更があったり、そうですね、よくある誤って、
ユーザーの ID とかパスワードっていうのを公開してしまうと。もしくは、まあ、機密のコンテンツ、機密データをパブリックに公開してしまう。あるいは、そうですね、EC2 インスタンス、ウェブサーバーが、まあ、意図しないサーバーと連絡、通信をしている。疑わしい悪意のある IP アドレスと通信をしている。その場合、どうやって分離するのかというパターンですね。こういったことを考えられます。あとですね、AWS セキュリティワークショップっていうのがあるんですけど、皆さんご存知ですかね。実はここに、まさにですね、AWS 環境における脅威検知と対応という題材で、シナリオとワークショップ公開されてます。なんでこちら一度ご一読いただくと今後の参考になると思います。で次に最後は反復なんですけども、反復をするためには当然そのランブックっていうのを作って、どん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 後でも対応できるように事前に計画を立てて手順を定義して、で繰り返し可能なタスクは、まあ、自動化していくことを推奨しますけども、このランブック作るときにまず全てに対応するのはやっぱり難しいんですね。なので今存在するアラートに集中していただくのがいいと思います。で、実行するプロセス、まずは手動で対応定義してください。で、それをテストして反復して自分たちなりのコアロジックを作って改善していくと。で、最初にその現在存在するアラートっていうのはどういったものがあるかっていうと、トラステッドアドバイザー、コンフィグガードデューティー、名刺などで生成されたイベントを利用していただくとですね。で、こういうふうにしてこうランブックが出来上がったとして、普段皆さんこうインシデントの対応ってどうされてますかね。アラートを飛ばしてそれに対してこう対応していっていると思うんですけども、このアラートがもしこう夜中にも土日にもですね、ずっと連続して同じようなアラートが出ていくと、こう結構慣れとかそれに対してまあ疲れとか出てくるわけですね。そうするとどうなるかというと、そのアラートに対して鈍化していったり処理を間違えたり、重要なアラートをこう見逃す可能性が出てくるわけですね。なのでそういった部分はなるべく、自動化をしていって、ユニークで、まあ、複雑な処理が必要なものは人間が処理をしていくというアプローチを、まあ、最終的にはしていった方がいいです。で、その自動化っていう部分に焦点を当てるとですね、今お見せしているこの数字、2016年の SANS と言われる共同研究教育機関のインシデントレスポンスの調査の結果になってます。で、これはですね、何か、まあ、セキュリティ的な侵害が起きてから検知にかかる時間、で検知から修復にかかった時間のアンケートなんですね。そのうち一番多かった結果が、検出に2日から7日間かかりました。これ 21% で、修復にも同じように2日から7日間かかりました。これ 29% で、そうすると一番多いのが実際に何か起きてから完全修復するまで最大で2週間ぐらいかかってるんですね。結構時間かかってますね。で、こういったギャップに対して、自動化をしていく、こうイベントドリブンな自動化をしていくと、まあ、そこの部分を短縮できると。で、短縮した時間で、他のセキュリティの向上に時間を割けるようになるんです。イベント、駆動型のこの自動化の簡単な例ですけども、これウェブサイト上にもありますが、例えばあるタイミングでクラウドトレールのログが、ディセーブルになったとしましょう。で、それを、イベントをトリガーにしてラムダファンクション、ラムダが起動して、クラウドトレールのロキングをエネーブル、再度有効化する。で、アラートを SNS を通してあげる。まあ、こういった簡単な、例ですけども、まあ、考えられる対応のパターンとしてはこういうのもあります。で、次にですね、まあ、インシデント対応の例なんですけども、そうですね、例えばサービスの部分でのインシデント対応の例ですね。もうすでにお話したこう、クラウドトレールのログの無効化っていう部分も考えられますし、意図しない設定変更が発生した場合、で、まあ、アイデンティティの部分は、クラウドトレールとか、コンフィグとか、トラステッドアドバイザー、クラウドウォッチイベントとか使って、複数の、まあ、検出するものがあるので、それを利用していただくと。
で、リソースの部分はですね、まあ、なんかツール、サービスを利用してセキュリティの誤った設定を特定していく。まあ、これも同じようにトラステッドアドバイザーっていうのも有効に活用できますし、そして、ね、AWS コンフィグも使えるかもしれないですね。で、それ以外はセキュリティパートナーのソリューションを利用したりすることもできますので、これリンクになってますので、後で見ていただければと思います。次にこうインフラストラクチャの部分なんですけども、例えば EC2 インスタンスに異常が発生した場合ですね、取り得るパターンとしては、まあ、インスタンスのとりあえずメタデータ取得しますと。で、インスタンスが削除されないように削除保護を有効にしていただいて、で、ネットワークアクセスもとりあえずブロックします。で、もしそれがオートスケーリンググループにあれば、オートスケーリンググループがデタッチしていただいて、で、EC2、EBS のデータのボリュームのスナップショットと。で、そのスナップショットのボリュームを後で調査するっていうアクションの例ですね。で、この際の検討のポイントっていうのが、それオンラインでやるのかオフラインでやるのか調査を決定する必要があります。これは例ではこうスナップショットを撮ってやってましたけども、実際こうオンラインで一室に直接ログインして対応するってことも考えられます。で、揮発性のデータをキャプチャするかどうか。これはですね、例えばメモリー上にあるデータであるとか、例えば今まさに攻撃が来ているネットワークのトラフィックのキャプチャーとかですね。それをどうするのか。で、それを、まあ、直接インスタンスにログインして取得するんではなくて、システムズマネージャーを利用して、例えばランコマンドで、コマンドを発行して、キャプチャーしてコピーをする。で、さらにそういったキャプチャーの部分を自動化するっていうアクションが考えられますね。例えば、特定のイベントが発生した場合、それをトリガーにして、ある特定のタグがついたインスタンスに対して、ランコマンドを実行して、メモリ上のデータをエクスポートするとか。まあ、そういったことが考えられます。で、かなり長くなってしまいましたが、こういったインシデントレスポンスに対応する、何か起きたときにどう対応すればいいでしょうかっていう話の、部分は、答えとしては、まずセキュリティインシデントの対応の基本的な概念を考慮することがまず必要ですと。で、今利用しているクラウドのサービスのどういったコントロールができるのか、どういった機能があるのか、修復するためにどういったサービス使えるのかっていうのを理解すること。で、これをしていただくことでクラウド環境のセキュリティを向上させることができますと。で、いきなり全てをやるのは難しいです。なので、小規模で始めて、速度を上げて、自動化を組み込んで、それをどんどん繰り返しながらやれる範囲をどんどん増やしていくっていう話になります。以上が、こう、よくある質問に対しての、今日の、お話になります。で、すいません。それ以外の参考になる資料なんですけども、まあ、すでに、今日お話ししてますけども、セキュリティワークショップのサイトがあります。これ日本語と英語版どちらでもあるので、ぜひこれは見ながら、あとアカウント、AWS のアカウントがあれば実際にログイン、AWS の関係にログインしてハンズオンを進めていくことができるので、まあ、ご活用していただければと思います。あとはですね、今日は WAF のお話はしてないんですけども、AWS WAF セキュリティオートメーションっていうものが、公開されていて、クラウドフォーメーションのテンプレートで展開できるようになっています。なので、これからオートメーションを進めるっていったときに、まあ、いくつか参考になるポイントもあるんじゃないかなと思います。あとは、AWS Summit Tokyo 2018にもですね、まあ、セキュリティの自動化の部分であるとか、クラウドのセキュリティに対するお話があるので、ぜひ参考になればと思います。以上です。ありがとうございました。